4月の県内の有効求人倍率は前の月から横ばいの1.01倍となり3か月連続で1倍台となりました静岡労働局によりますと4月の有効求人数は5万7293人で前の月と比べて0.8%増え2か月ぶりの増加となりました有効求職者数は5万6696人で 前の月と比べて1%増えて4ヶ月ぶりの増加となりましたこれにより有効求人倍率は前の月から横ばいの1.01倍となり3ヶ月連続で1倍台となりました産業別の新規求人数はサービス業で前の年の同じ月と比べ27.3%増加し宿泊業・飲食サービス業で26.1%増加 製造業で20.8%増加となりました静岡労働局は県内,の県内の雇用情勢は持ち直しの動きが継続しているものの新型コロナの影響により依然として厳しい状況にあるとしています。